子供にそうこだわる必要があるのかなと思っていて、今の話を聞いていて、もともとの話って専門家の話は分かりづらいです、で突っ込みましょうなんですけど、それ突っ込むのも僕は実はある程度の専門家であるべきだと思っていて、例えばじゃあ、水道の話がありました、一般の人全く分かりません、でそれを分かりやすく説明するジャーナリストの人がいました、でジャーナリストの人が実はこういう問題はここなんですよ要点はって言ってくれたら、普通の人があそういうことなんだ、で例えばじゃあそのミノモンタさんの会社が実はこれ大儲けしようとしていて、本来もっと安いシステムがこうあるんですよって言ってくれたら、ちゃんと分かりやすく説明してくれる第3のメディアがあれば、それを見て一般の人があそういうことねってなるわけじゃないですか。いやだからところがそういう信頼できるメディアっていうものがあったはずだったのが、それがなんか軒並み信頼とか失墜し、僕が言ってる信頼できるメディアっていうのはそういう意味ではなくて、専門家が言っている事実を事実のまま伝えるんですけど、それを分かりやすく伝えるだけで、要はそこにその人の意見は入れる必要ないんですよ。だから池上彰さんが物事を分かりやすく説明するときに、でも俺はこっちが正しいと思うよねとか池上彰さん言わないじゃないですか、うん、だから物事を分かりやすく説明できる人っていうのがいて、そうすると興味はあるけれども専門知識だから分かんねえよっていう人も多少入ってこれるわけじゃないですか、っていう形で判断させた方がいいと思うんですよね。ただね、俺ね、物事を分かりやすくする能力って実は日本でここ10年間でかなり高まってると思うんだよね。で、あんまりこれ言われてないと思うけど、僕結構まとめサイトとか、ああいうなんかブログでよく時々まとまってるやつ、はい、あとやるおがどうのこうのみたいなやつ、はいはい、ああいうのってなかなかよくできてると思ってて、はいはい、つまりほら日本人ってさ、2、30年前までは全然みんなイラスト描けなかったのに、今みんなすごい勢いでイラスト描けるようになってるじゃない。はいはいはい、でもうなんかむしろ今なんかそんな萌え絵とかだったらすごい安く発注できるわけですよ。で、それと同じようになんかある時期突然リテラシーが高まることってあって、10年20年前に比べると今の日本人で難しいものを優しく解説する能力にかなり市民レベルで高くなってきてると思うわけ。でもそれは多分新しいツールができたっていう話で、いやいや、だからツールがそれを可能にするんですよ。まとめサイトみたいなインターフェースだとか、例えばそれこそやるをするみたいなアイディア、そういうアイディアが突然それを今まですごい難しい表現でしかなかったことをぶっちゃけた優しい表現に変換可能になるわけですよね。それってその絵を描くツールができたから絵が描けます、初音ミクがあるから音楽が作れますとかね、はいはい、そう、何らか のクリエイターが物を作るのが楽になったっていうのは分かるんですけど、今の話って知識をどう早く手に入れるかって話じゃないですか。まあ、早くっていうか、いやでも早くっていうか、だから早くじゃないでしょ、だから早く手に入れるためにはなんかちょっといろいろな、またこれとかなんとかっていう問題があるのかもしれないけど、今ほら問題になってるのは、難しく専門家が言ったことを優しく解説するやつが必要って話でしょ。あ、そうそうそう。で、僕はそれはつまり今まではそういうことができるのは、それこそ池上彰さんとか一部 のすごいトップ解説家みたいな人たちだったんだと思うんだけど、その能力っていうのはかなり市民レベルに拡散してきてるっていうのは僕の考えなの。でも実際じゃあその国会の議事録をドーンって見せて、うん、これ理解してください、ようやく書いてねって言ったら、そのようやく書ける人数って20年前と今ってそんな変わんないと思うんですよ。だからそれはまだ国会の議事録みたいなところにそういうなんかイージー革命みたいなものの手が伸びてないからですよ。簡単にたやすくこういう感じでやるとみんなが理解しやすいんだよねみたいな、うん、一つのフォーマットっていうのがなんかやっぱネット舞台として共有され始めていて、それ使うと昔が難しかった解説、たやすい解説とかも結構簡単に作れるっていうような流れはある。僕すごいこれ便利だなと思ったフローチャートがあって、うん、モーニング娘。はうんこするかしないかっていうフローチャートで、うん、穴はあるけれど出てくるのはファンタジーだよみたいな分類があるじゃないですか、うん、あ、分かります、この話、うん、分かる人います、僕の今の例え。大丈夫かな、大丈夫、ついてきてるっていうので、その物事っていうのは実はこういう理解をする派閥、こういう理解をする派閥っていうすごい分かれてるんで、あれってものすごい理解が分かりやすいんですよ、はい、つまりじゃあタリバンってどうなのっていう時も同じように分けられるんですよ、はいはいはい、実はそのアメリカのスパイである説とか本当にアフガン頑張ってる説っていうのでいろいろ分岐させると、この人はこの派閥でこうでっていうのを図式化することで、本来その文字でしかなかった情報が目で見ることですごいはっきり分かりやすくなるっていう、あれは理解をさせるにはすごい便利な手法なんですけど、なぜか全く普及してないんですよね。いや別に普及はしてんじゃないですか、だからネットとかで。あ、まあネットでは普及してますけど。いやだからあれネットとかで普及したやつが入ってくるんですよ、容赦なく。ほう。で、容赦なく入ってくると、だんだんその、まあ、あ、そう、まるまる大派のテンプレです、それ。はい、あ、すいません。はい、何が？いや、今コメントに反応したわけです、はい。いやでもとにかく僕はなんか今なんか謎に思ってなんかこう説得しようと思って今一つ本気になれないのは、ひろゆきがなんかわざと盛り上げるために反論してるけど、そもそもひろゆきは僕と同じような思想を持ってるはずだと思ってるので、なんか今一つなんかこう説得にも乗り気じゃないっていうかまあもう番組は十分に盛り上がったからいいんじゃないかみたいな感じもしてきてるみたいな。僕思想ないんですようん、いやいや、まあ思想がないっていうのはまあわかりますけど、それは僕も思想がないです、そういう意味では。思想家なのにないですよ、思想がないっていう思想家ですよ僕は、そういうやつですよ、うん。
だからさっきから言ってることもだってこんな風にやれば簡単になるとか、うん、こんな風にやれば問題起きるかもしれないけど、まあベターなんじゃないみたいな話で、こういうのはあんまり思想家の態度じゃないですよね。あ、確かに、あの物事に介入しちゃうと、うん、あの失敗したりするんで、上から目線でとりあえず文句だけ言ってる批評家とか思想家っていうのが一番安全ですよね。まあね、なんかあの手出しちゃうと結局失敗した時に信頼性が下がるじゃないですか、うん、あの人言ってることたまに正しくないじゃんみたいな。まあでも今ね、あの批評家とか思想家とかが安全とかっていう、そういう安全神話は橋本徹とかの登場によって壊れたので、はいはいはい、橋本徹が完全に個別撃破してくるから、コムだけとかだと橋本徹に殺されるみたいな、はいはいはい、そういうなんかラジカルな世界になってますけどね。まあだから何が生存戦略か分かんないですけど、まあでもとにかくその、まあそれが一般紙 2.0 って本ですよ。とにかく、お、あ、一般紙 2.0 の話が分かった人手を挙げてください。まあそれ何も分かったんじゃないですか。分かんない。ほらもうちょっと頑張って手上げようぜ。まあいいんじゃないの。分かんないんだって分かんない理事、そんなもんですよ。あのすごい単純な質問で毎回聞いてたんですけど、はい、思想書買う人ってなんで、そう、そのなんか笑えないじゃないですか、うん、で別にエロいわけでもないし、なんかそのすごい読みやすいわけでもないじゃないですか。はいはい。なんでそんなものに手出すんだろうっていう。だ、あの電話帳読むの好きですとか時刻表読むの好きですっていう人がいるのを、まあそういう人もいるんだなっていうジャンルで見ちゃっていいんですか、思想書は。ね、このね、何が面白いか面白くないか問題っていうのは結構深くって、つまりですね、快楽っていうのは2種類あって、その場で快楽が来るやつと、ずっと我慢してドカンと快楽来るやつっていうのがあるんですよ。で、あの基本的にはあのだから思想書とかっていうのは、そのとか、あとまあ純文学とか言われてるやつもそうだけど、そのずっと我慢して最後にドカンと快楽が来るっていうタイプの快楽が好き。だから一種マゾヒスティックなものですよね。読み終わると快楽があるんですか。まあだから慣れてくるとね、だ僕はあの、自然科学系の本とか好きなんですよ、はいはいはい、あ、世の中実はこういう仕組みになってるんだとかっていう発見と知識があるじゃないですか。だから科学的にこうですよ。で、思想本って基本的に最終的に俺はこう思うっていうだけで、統計とかの証明のしようもないじゃないですか。そうするとなんか、あ、この人はこう思ってたんだな、ふーんっていうところで、新しい知識ではなく単なるこの人はこう思っていたという意見を読んだんで終わっちゃうっていうのが、なんかそんなに面白い知識を得た感がないんですよね。だからまあそこはちょっと難しいところですね、うん、それはなんていうか、歴史とは何かみたいな話と関係してて、つまり歴史とか歴史を学ぶ面白さっていうのも、結局へえ織田信長がそういうことをしたんだ、ふーんって言えばふーんじゃん、だからそれを面白いと思うってことはなんでなのかってことと関係してるから、なかなか難しいんですね。一般常識として例えば話をする機会で、織田信長ってこうだったんだよね、実は織田家って金持ちだったから強かったんだよねっていうのが、うん、っていうのが、あ、そうなんだへーって一般常識になるんですけど、うん、思想って一般常識じゃないから、いや実は東さんがっていう話をしても、えっていうので終わっちゃうじゃないですか。いやだからそれは思想家が有名じゃないっていう別の問題ですよね、今言ってるのは。でそれってあの要は手芸の細かい知識、あ、違うな、そっか、そういうことか。なんだろう、あのモーニング娘。の誰々のなんか何座で 何が好きとかっていうのと一緒で、それが僕にとって何なのっていう。いやだからそれはだからその歴史の問題と同じなんですよ。歴史っていうのは、歴史ってなんか教養とかその一般的な会話の時のテーマとして使えるとか、付随的な、要は読んで楽しい以外の付随的な価値がついてくるんですよ。いや待って、でもそれは織田信長だからでしょ、はいはい、もっといろんな歴史ってありますよね。歴史上のトリビアだとか、はいはい、この様々なものってものがあるわけです、歴史には、でその時にその歴史の情報みたいなものっていうのは全部その会話で使えるかどうかはちょっと疑問ですね、まあ、そうでもないと思います、うん、そういう意味で歴史って例えば事実じゃないですか。で僕にとって科学とかも事実、知識なんですよ。で思想っていうのが知識っていうか科学になってなくて、結局そのじゃあこれは論証してみようとか証明してみようっていう段階までいかないじゃないですか。だからそういう意味ではそれがこれってこうだから正しいんだよっていう形で他人に説明できるほどの意味を持たない。いやいや、だから繰り返して言ってますけど、はい、それは歴史の問題と同じなんですって。つまりちょっと歴史の問題っていうとなんかずれてくみたいだから、ちょっと別の言い方で言うとね、つまり世界ってあるじゃん。でその世界についての知識っていうのと、いやこっちの方向でいくと難しいかもしれないな。つまり例えばそうだね、ここにだからペットボトルがあって、うん、これは何回落としてもこうやって落ちるわけですよね、はいはい、でこれは絶対に落ちるわけですよ。でこの落ちるっていうのは何回繰り返しても落ちるものですよね。でそれに対して歴史っていうのは繰り返すとそうじゃなくなったりするものですよね、はいはいはい、つまり何回も何回も反復可能なものっていうのについての知っていうのと、
1回しかないものについての知っていうのはちょっと構造が違うんですよね。あ、はいはいはい、そう、わかります。で、例えばある人間についてわかるっていうことと、人間は一般的にこうだってことがわかるってことは全然別のことですよね。それはつまりある人間っていうのは一つの個体だから、その個体としてもう再生不可能な歴史でしかないから、その人についてこういう発言をしたら起こるってことがわかったとしても、それは知識として他には応用不可能なわけです。はいはいはい。で、あの知が応用可能であるってことは、それはつまり反復可能だってことなんですよね。それ何回やってもできることについての知だってことなんですよ。で、だからあのつまり反復可能なことについての知と反復不可能なことについての知っていうのが大雑把に分かれてて、まあ、だからそれが実はすごく大雑把には文系と理系っていうのに重なるんですけど、はいはい、あのだから、はい、で反復不可能なものについてのあの知識っていうものっていうのが、まあ、だからあのそもそもその知の構造として全く違う構造を持ってるんですよ。だからあのつまりあの哲学とか思想とかが歴史科学にならないのは当然で、科学とかあの学っていうのがある時点で反復可能であることっていうのをあの学の条件に入れたわけですよね、はいはいはい、その時に反復不可能なものについての知っていうのはやっぱりなんか外側に押し出されているので、まあ、なんか そんな話ですね。これはようやくすっきり理解できた。どうもどうもありがとうございます。さすがアウズマンっていうのが彼であるけど、はい、拍手。あ、どうもどうも。ね、こんな真面目で汗かいて話してますけど、猫耳ついてますからね、このおっさん、ね。はい、じゃあひろゆきさんすっきりしたところで、はい、次ちょっと東さんが話したいお題について。